人間は誕生しないと命を持ってないし、意識もないし、何にもないんですね。ですから誕生っていうのは非常に人間にとっては重要で、まあそれぞれの人が、全員の人が誕生することによってこの世というものを知ることができるわけですね。誕生しなければこの世っていうのはないわけですね。しかしその誕生は必ず死を伴う。これは誕生が死を伴うんではなくてですね、オスメスができたことによって子供ができる、子供ができることによって死を得ることができるっていうのが正しいでしょうね。生物が誕生したのが38億年ぐらい前ではないかと言われているわけですが、それから26億年ぐらいはオスメスに分かれてなかった。子供っていうのがいないもんですからね。この、材料っていう点で言っても、体を作る材料っていう点を言ってもですね、少しずつ少しずつ悪くなっていくんですね。それを自分自身で回復していくっていうのはなかなか難しいんですね。しかしオスとメスというのができて、遺伝子をそれぞれ半分に割って結合させると、不思議なことに赤ちゃんの皮膚っていうのができるわけですよ。これも画期的なことですよね。一方方向に劣化していく個人の細胞というものをですね、リニューアルすることができるわけですから、それが発見され、さらに多細胞になって、5億5000万年という長い間に、だんだん進化して我々人間というものができてきたわけですね。で、人間になると誕生は知らないうちから生まれる、つまり希望して誕生するっていう人はいないんですよね。これは原理的にいないわけですね。誕生する前は意識もないし細胞もありませんからね。これはないと、生まれるでもないと。で、だんだんこれはお母さんかなんから始まってですね、だんだん周囲が見えてきて、目が見えるようになってきて、言葉も分かり、3歳ぐらいになるとなんとなく自分というものも分かってくる、ぼやっとですよ。それが大体小学校4年と言われてるわけですが、周囲との関係で自分というのを知ると、その意味では14歳、平均的な思春期の入り口で、自己とは何かっていうようなことも考えるわけですね。ですから、本当の人間の誕生っていうのは10歳なんでしょうね。10歳。それで今度は死ぬ時は、70か80ぐらいで死ぬわけですが、死ぬ時は怖いっていう人がいるわけですね。今度のコロナのことでもですね、死ぬのが怖いと。だから、年を取っておられて病気がちの人はコロナにかかると危ないと。これは当たり前のこと言ってるんで、何にも別に目新しいこと言ってるわけじゃないんですね。人間っていうのは年取って病気にならないと、逆に言えば死ねないわけですから、年を取って病気がちの人がお亡くなりになるっていうのは、別に何を特別なこと言ってるわけじゃないんですが、怖いということになるんですね。なぜ死は怖いのか、それがやっぱり大きな課題なんですね。それで、これは人間になってから死が怖くなったと今のところ考えられるわけです。っていうのは、大脳皮質、あまり自分というものを考える力がないものはですね、最初から誕生してるんですよ。というのは、人間は10歳ぐらいの時に「あ、自分は自分だ、あれが親父だ」とか「おふくろだ」とかって分かるっていうことは大脳皮質で分かってるんですね。ただ伝統脳って私が言っている、もともと動物なんかに備えられている脳っていうのは、生まれた時から本能に沿っていったらどういう方かって言ったら、お父さんお母さんがくれた知識の中で生きていけるんですね。ところが大脳の皮質っていうものはですね、ご両親がいかに英語がベラベラでも本人は英語の単語を全然わからないと同じように、ここがやっぱりこのオスメス作って脳を作った後、それ伝統脳はいいんですね。ご両親の知識が詰まってるわけですからね。魚ぐらいまでは完全にそうで、カエルになってもヘビになっても、ヘビと同じですが、爬虫類になっても哺乳類でも、頭脳の大脳皮質の体積の少ない生物はですね、やっぱり親の知識で生きていける、親の知識で自分も認識できるわけなんですが、人間だけは、まあ、人間っていうかわずかな霊長類とか、まあ、ゾウとかイルカとか、まあ、脳の発達した動物の一部と人間ですね、これはまあ死というものを別に認識したわけです。誕生と死というのをそれぞれ違う感覚で認識する。誕生は知らないうちにこう自分というのが生まれてるにもかかわらず、それがただなくなるだけですから、元に帰るんで別にどうとはないんですけど、死が怖いということになるわけですね。それに加えてヨーロッパの未熟なって言っていいと思うんですけど、まあ、アジアインドを中心としたアジアの 学問というか哲学とか宗教っていうのは、一人の一生とか人生とか個人の尊厳ってやつをあまり重要しないんですね。それは人間生物というものが複数の仲間でできていて、尊厳は集団であるという概念が元からあるからなんですね。これはまあ紀元前600年、今からまあ2700年ぐらい前のもうお釈迦様の時そうでしたから、おそらくその前からですね、そういう意識は非常に強いと思われるんですね。しかしヨーロッパはまあイエス・キリストの時にややそういう感じになったんですが、その後長い中世のいわゆる暗黒時代というのを経ることによってですね、それが忘れ去られて、近世ルネッサンスの時には大脳皮質でこう何て言うかな、新しく生まれ変わったっていう感じになったもんですから、人を殺すのは平気だとかですね、個人、自分と他人っていうのを分けるようになったわけですよね。ですからまあ戦争も打ち続くし、他人を殺す時も非常に残虐に殺すようになったりしましてね、決していい方にはいかなかったわけですね。ところがやっぱり人間は大脳必須で考えるもんですからね、自分の人生とか個人の尊厳、特に個人の尊厳なんてのは言葉ができますとね、人間の大脳の欠陥なんですけど、言葉でまあ理解してしまうっていうか、本当に個人に尊厳があるのかとか、個人の尊厳よりか集団の群れの尊厳の方が上にあるのかとか、それからたった一度の人生っていうけど、人生はたった一度なのかと。じゃああなたは結婚して子供ができた時の子供の人生とのあなたの人生と違うのかとかですね。それからまあ自分と隣の自分の家の子供と隣の家の子供って遺伝子ほとんど同じなんですよ。だけどまあ生活環境が違ってるので大の皮質は違いますし、それから顔つきとか、そういうちょっと見たとこの感じが違うもんですから、個人個人が別で、一人の命は一生で終わるとかねまあかけがえのない命なんつってますけど、命がかけがえがのない命であるはずないんですよ。だってかけがえがあることはもう世界を見ればすぐ分かるわけですからね。まあしかし人間の大脳皮質の特徴っていうのが、生きてくるっていうか、まあ悪く生きてくるんですね。それでもしも非常に我々の人生が辛ければ、食べるのも必死になって探さないと餓死してしまう。毎日寒さに震え暑さで夫婦を言うっていう生活をしたらですね、それからもう敵が来ていつ噛まれて、残虐に死ななきゃいけないかっていうような生活をしてると、むしろ死というのがよく見えるってことないかもしれませんが、死をこう受け入れることができる。しかし今みたいに毎日エアコンの効いた部屋で過ごし、ちょっと電車が混んでれば文句を言うと、そういうような生活ですね。美味しいものを食べ、調理されたものを食べる、病気も昔ちょっと前までは麻酔なしに足を切ったり手を切ったりそういうこともあったんですけど、今は麻酔して全く痛みのないうちに終わると、手術を終わるというようなこう非常にこう楽な人生になったもんですから、ですから誕生の時には自分というものを意識してない、そして死ぬ時も穏やかに死ねるはずなんですね。これはもう僕は何回も言ってるんですけども、生理が終わったメスの死だとかですね、子供を産んだ後の魚の挙動なんか見ますと、本当に生物っていうのは誕生と死が一対になり、何にも苦しいことも何にもなく、こう生というものを生きていけるはずなんですけども、それがまああらゆるものからね、まあ、やっぱり一番今の日本、明治維新以来の日本で言えばですね、やっぱり西洋の文化をやっぱり一回頭の中から捨ててしまわないとですね、まあ、人間は幸せの時計台にはならないというふうに思いますね。